は楽しい。そして夢を実現することはもっと楽しい。本田は夢に向かってチャレンジする情熱を絶やすことなく、これまで様々な製品の開発に取り組んできました。ホンダコレクションホールに展示されている製品の一つ一つは、ホンダの夢の結晶です。ホンダのヒューマンロボットの研究開発は、未来につながる夢へのチャレンジ。ヒューマノイドロボットの研究開発により、人に対する思いやりや技術へのこだわりが受け継がれていきます。ホンダは人の役に立ち生活を豊かにするという夢の実現に向けて、ロボットの開発を行ってきました。ホンダのロボット開発は1986年、人との共存・協調するための二足歩行の研究が始まりました。さまざまな課題と解決を繰り返し、たくさんの壁を乗り越え、足型ロボットはやがて作業を実現するための人型ロボットへと進化します。そしてついに2000年、ヒューマノイドロボットAisimoが誕生しました。ホンダが夢の力を信じ、その夢を一人でも多くの人と分かち合いたいと取り組む未来へのチャレンジ、それがAisimoです。皆さん、こんにちは、Aisimoです。Aisimoは将来生活空間で活躍することを目指して、さらに進化を続けています。では早速Aisimoの技術について紹介しましょう。進化の一つ目は足。勢いよく歩くごとに一歩ずつ両足ジャンプを放つと走ることができます。高速カメラでAisimoの走りを見てみましょう。このように足が浮いた状態でバランスを取ることは、実はとても難しいのです。では実際にAisimoの走りをじっくり見てみましょう。それでは走ります。試行錯誤して実現した二足歩行の技術に、腰の曲げやひねりを加えることで安定したバランスで走ることができるようになりました。これにより人の行動に合わせる範囲も大きく広がります。Aisimoはもっともっと練習して、皆さんと一緒に走れる日を楽しみにしています。まず目でボールと自分の距離を確認します。
そして力を伝えるポイントを見つけると片足でバランスを取って立ち、もう片方の足でボールを受けるこんな工程がありますね。アシモは視覚センサーや遠隔センサーなどから対象物を検知し、最適なポジションを確認して勢いよくボールを蹴ります。では実際にアシモのボールキックを見てみましょう。それでは行きますよ。確かめる、感覚を測る、全身を使って素早く動作する、これらのことを同時に行うために、アシモはボールキックの他にも様々なトレーニングを行っています。もっともっといろんなことができるように練習しなくちゃ。ところでアシモ、ホンダがロボット開発をスタートした時のコンセプトを覚えているかな？はい、人の生活の中で役に立つロボットの開発を目的にチャレンジが始まりました。現在アシモは人と対話する方法の一つとして手話の訓練も行っています。ではアシモの手話をご覧ください。皆さんもぜひ一緒にやりましょう。こんにちは。皆さん、本日はようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。することに加えて、このように手話もできるようになれば、より多くの人とコミュニケーションを図ることができます。アシモは将来たくさんの人とお話がしたいと思っています。ホンダロボティクス、ヒューマノイドロボットの進化を目指して培われてきた技術は、現在車やバイクをはじめ、さらに人の役に立つための新たな製品の開発に応用されています。ではアシモ、最後に大事な仕事を忘れずに、皆さんにアシモのおすすめのご案内をお願いします。ゆっくり。